皆さんどうも、ドイヒーです。今日はドイヒーのアプリもインディでお宝探し生活2。今日やるゲームはこちら、妖怪ウォッチメダルウォーズ。全然インディーゲームじゃないけどね。再生回数よかったら始めようと思って、一旦こっちのコーナー。いやらしい考え方だな。話が始まりだしたけども、スキップ。話分かって始めた方が楽しいと思うけどね。まずはアバターを作っていこう。あれ、僕の着てる服はないのかな。あるわけないだろ、そんな変な服。名前はペキカンで決まりね。なんで自分の名前つけないんだよ。話をスキップしまくって戦いからスタート。どうやらオートプレイで戦ってくれるゲームなんだね。それなら寝ててもいいってことか。ダメだよ、必殺技とか出したりしなくちゃいけないんだから。それではいけ、必殺技。一気に敵をやっつけたよ。こいつ最強だね。ここでジバニャソ登場。ジバニャンだよ。ジバニャソって偽物のキャラクターか。ジバニャン強すぎ。アジュピチュパン。必殺技を出すだけではなく、キャラクターを入れ替えたりする操作もするのね。真ん中のキャラクターが攻撃されまくってるから入れ替えなくちゃいけないのか。じゃあ入れ替えてみよう。すごいダメージ与えたね。入れ替えるとこんなことも起きるのか。今度はツッコミ役を先生から他の人に入れ替えてみようかな。悲しいこと言わないでよ。ずっと先生で行こうよ。とか言ってる間に戦い終わってた。どんどんと進めてガチャ引けるようになったぞ。こういうゲームはガチャがメインだからね。違うわ、楽しく遊ぶところがメインだわ。じゃあ11連引いていこう。11連全部 S ランクのキャラ出てくれ。欲の塊ドイヒーくん。めちゃくちゃ絵が綺麗だよね。まるでゲームみたい。ゲームだよ、まるで実物みたいとか言ってよ。それじゃあたっぷり S ランク出てください。お願いします。あっちゅう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 。S ランクなしでリセマラ確定。あじゅんぴじゅんぱー。にゃんこ大戦争で全てのうんち使い切っちゃったかな。リセマラする前にどれぐらい A ランクが強いか見てみよう。正直寝てるだけで勝っちゃうでしょ。勝てると思うけど、ゲーム楽しめよ。せっかくだから必殺技見てみよう。ロケットパンチいけー。ものすごい破壊力だな。この攻撃はどんな攻撃なんだ。レーザービーム放ったのかな。そしてパンチ連打だ。敵をやっつけたぞ。 A ランクの割には3体の必殺技でようやく倒せたよ。レベルを上げないと A ランクでも強くならないのかな。それじゃあここは入れ替えてみよう。入れ替えてダメージを与えるだけじゃなくて、いろんな効果が発動するのかな。説明聞いてないからよくわかんないや。ちゃんと読んどきなさいよ。必殺技もできるようになったぞ。っていつの間にか倒しちゃってる。なんとなくどんなゲームかわかったね。再生回数が多かったらリセマラしてやってみよう。再生回数低かったらやんないのかよ。というわけで今日はここまで。果たしてこのゲーム続けるのか。あと高評価もよかったらお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。